はい、今日来てるのはですね、城ヶ島の長瀞湾ですね。昨日南西の風が強く吹いたみたいで、あのうねりがまだ残ってるんですよ。なのでこういう日はやっぱりこういった湾の中がいいですね、釣りやすいですね。餌取られてるな。あれ、餌が取られてますね。やっぱりなんか魚います。あー取り掛かっちゃった。こういう鳥が映っちゃったよ。ごめん、鳥映っちゃいましたよ。ちょっと待って、今助けるから。ごめん、はい、ごめん、取れるか、はい、よし、取るよ、取る、はい、はい、よし、上がってこい。おい、大丈夫、はいはいはい、大丈夫だから。よし、ちょっと今暴れんね。こうやって張り合ったよ、ほら。ごめんな。よし、待って、もうちょいだから、動くな、もうちょいで。よっしゃ、はい。ごめん、いや、ちょっと申し訳ないでした。これが当たりですね。入れ、よし、入れ、もっと入れ、ぐっと入っていけ。今度こそいけそうです。今度こそ正体は分かるかも。ウミタナゴですね。そっか、君だったか。午前中よりは明らかにウミタナゴが静かになっているような気がしますね。入った。これは当たりですね。先なんだけどな。もっと待ちますね。ちょっとラインがぐっと張るぐらいまで待ちましょうね。間違いないと思うんだけどな。ちょっと気に入って、よし、乗った。魚っすよ、これ魚っす。よく引く。メジナだ。メジナですね。オッケー。やっと来たよ。メジナ。30ちょっとぐらいですね。なんとか30ですね。なんとか、ほら、30センチのメジナでした。よし、いけ。乗るよ。乗ったけど、これは、残念。ウミタナゴです。これだけ、1匹だけであった。はい、いいよ、はい、はい、どうぞ。
あえずですね34センチですね。34センチありました。綺麗なメジナです。いいとこかかってんだよな、これで。ちょっとサイズ見てみます。これも34いかないか、34ですね、これもね。これもほら、同じく34センチでした。今長トロでやってたんですけどね、ちょっと胃の構えが空いたので、ちょっとラスト、30分ぐらいですかね。前回の胃の構えで得体の知れない何かをばらしたんでですね、ちょっと本当はやってみたかったんですよね、ここで。分かるか。焦ったよ。